おはようございます。今日も古文単語極めてまいりましょう。本日はよく出てくる古文単語ですね。年頃、そして派生語の月頃、日頃まで一気に覚えていってしまいましょう。まず年頃という古文単語は意味が2つあります。丸1番の長年、そして丸2番の数年来は必ず2つとも赤文字で暗記しなきゃいけない重要な現代語訳です。ちなみに現代語で使っている年頃の女の子はみたいな年頃とは意味が違うので、しっかりと区別して覚えてくださいね。では丸2番の派生の形で月頃日頃が出てきますので、どんな現代語訳をしますかって言われた時にちょっと書いてみましょうか。こんな感じでいかがでしょうか。月頃が数ヶ月、そして日頃が数日という訳を覚えておけば、ここ数日はさこんな感じなんだよねみたいなニュアンスもしっかりと訳出できちゃいますよね。年頃、月頃、日頃、3セットで頭の中に入れておくことがポイントです。最後に例文で出てきた場合の注意点、現代語訳問題におけるポイントっていうのは、年頃の訳出は先ほど申し上げたように2つ現代語訳があるんですよ。長年と数年来、やっぱりニュアンスは違いますよね。それって文意から正確に把握していくしかありませんので、ちょっとやってみましょうか。年頃遊び慣れつる場所を、この1行だけだったら長年遊んでいた場所でも数年来遊んでいた場所でもどっちも言える気がするんですよ。ただ後ろに書いてある括弧の内容、そんな場所を離れて都に帰らなきゃいけない寂しさ、辛さを訴える時って大げさにマイナスにしたいですよね。じゃあ数年来遊んでいた場所と長年遊んでいた場所、どっちの方が離れて寂しいですかって言われた場合、やっぱりこの寂しさあたりからしっかりと強調できる表現って探してあげた場合、今回は丸一番の長年という現代語訳を持っていった方が絶対にいいはずですよね。そういう文脈における工夫というのがちょっとね重要になってくる年頃という古文単語なので、しっかりと復習していただければと思います。本日は以上です。よければ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ではバイバイ。